フギル、戻ってきたんだね。シロちゃん、可愛かったな。見送りにまで来てくれるなんて。また会えるといいわね、シロちゃん。シロちゃんって白芸のことか。散々恐ろしい思いしただろうが。あ、それとこれとは別ですよ。だってあんなに可愛いんだから。そうそう、大きな体につぶらな瞳がたまらないのよね。あー、それはわからねえけど、正気を取り戻した後は確かにシロちゃん。いい風。拾っておこうか。商船みてえだな。さらさら。あの砦が見えてきたぜ。いや、無事落とせてよかったな。グランは単純で羨ましいね。いいんだよ、よかったで。みんな助かってお前とも会えたしな。うんうん、それが何よりよね。レイフ君も改めてお疲れ様。はいはい、ただいま。へえ、使えるかもね。使わせてもらうとしよう。そろそろソネリア海盆を抜けますね。はあ、次こそは何もないことを願いたいよ。どうかに、そううまくはいかないのが旅ってこと。レイフはお父さんのことだからこそ、お父さんのこともそんな行動に出るほど。父親といえばカーペント商会は街ごとなくなっちまったけど僕はひとまずその先は。あれ、雨。雲行きが怪しいと思ったけど。ああ、スペクルム湾の景色を楽しみにしてたのにな。えへん、スペクルム湾は砂が堆積だから、干潮時に風がないと天空の鏡って呼ばれる。ほ、そいつは無理な相談だ。この雲の様子じゃ雨晴れるまで待ってたら時間。そうか。なんだよ今日だ。いいものを拾ったな。休憩にしよう。
か？使わせてもらうとしよう。タイラントに白い闇、白ゲート来て、今度は浅瀬だらけの海。しかしよく降るね。ルギルもしっとりしちまってるぜ。ローザ、体が冷え切る前に。はい、もうす…どうした先方、航路上に…何？ローザのやつ、狭い航路で正面から敵…アドル、船を東が…アドル、もっとギリギリ…そんなはずは…暗礁に乗り上げたみたい。なんかすぐに沈み、でも船をアドル、危険だと思うなら。カージャス、どうした？あ、はい、なんとかそこまで航行。ああ、
いつまで、あ、座礁しちまった。幸いグリーガー船は引き、どうしたらいいか。でもアドル君、私カージャ君にも聞いてほしい。スペクルムス、うん、解決病対策や採集しておけば。それは解決病。どうだね。分かったよ。どんな場所に生えてるんだ。ありがとう。日当たりのいい丘の。雨は上がったが、一息つこうか。手強そうだ。あたりは何か気になるな。あまり聞いてないみたいだ。マナよ、見つけた。このあたりは何だか気になるな。見つけた。そこだ。この辺りに泣きそうだ。もう
一息つこうか。うん、この解決病対策や採集しておけば。書き置きを残し、もうすぐ来るんじゃ。いろいろと思い出したおかげ。何やら心配ごと。そうだアドル君、この険しい崖道どちらが先にと。君も使ってよ。若い頃に乗り回り。何おいぼ、原理を考える。わしに勝つことがどれ。いやー負けて。年を重ねるとの次第に自由じゃがの。アドル君は若い上に囚われることなかれ。
あとは君の手で助けてあげるといい。どれどれ。次はどうしようか。うまくできたみたいだ。これで完成だ。そろそろ出かけようか。アドル、あたりはなんだか気になるな。燃え上がれ。見つけた。
手ごわそうだ。あまり効いてないみたいだ。
起きたの？その、迷惑かけたわね。うん、すっかり元通り。そのサンドラス号を座礁させた焦って、え、あ、そうだ、それ昨晩のあれなんだけど、多分あの男はマナに加えて特定の発言者だけが使える強大な力を震えるが、そう、マナと同じでグリムソンもヒヨスのタバコ、さあね、あの力、同時に、でも、もちろんアドル、イルナ・バルタ、バルタ水軍をグリムソンと一緒、私が3歳の時に知った。だ、私の愛する母じゃ、母さんはいつだってあんたにその日が訪れないよ。まあね、ベルセルクのことか、それとも別の何かだったのか。それさ、ちょっと無責任な言葉じゃね。でもまあ嬉しいかも。行こうぜ兄弟、サンドラス号に戻ろう。この辺りなら休めそうだ。よし、
行くか。この辺りなら休めそうだ。アドル君、戻ってきやがったか。心配かけやがって。昨晩はひどい嵐だったし、みんな心配してたんだよ。ふん、そうなのか。うん、今はアドルのおかげで、いつそれに朦朧としてはいたが。え、看病のことだよね。まあ、二人とも、とにかく無事。そういや、おお、なるほど。早速、ジョエル君とチョン。あの先生も、俺は好きだけど、グリーガーから逃げている時も。ところで、船、うん、ご覧。今、クルス君とエゼ。そうか、それじゃあ。そんじゃ気を取り直してサンドラス号出航だな。まあ今回は気をつけて頼むよ。夫婦喧嘩はもうお腹いっぱいだから。あ、それを言うなら兄弟喧嘩だろ。もうあんなことにはならねえよ。カージャさん、たまに天然なところあるよね。俺は価値がありそうだな。これは金の匂いがしますな。使えそうだな。うまくできたかな。みんなお疲れ様。
ナお疲れ様。みんなお疲れ様。グリーガーの好きにはさせません。ええ、私たちも協力するわ。切り込むぞ、兄弟。ああ、グリーガーどもの好きにはさせねえ。変わるぞ。交代だ。母ちゃんに任せた方がいいかも。
最後みたいだ。
あなた、それともまだ、だったらあの子も。しました。いいものを拾ったな。これは価値がありそうだな。気をつけて進もう。怒りを下ろせ、上陸だ。
一息つこうか。珍しいな。カージャに任せた方がいいかもな。
き寄りそう。飛ばしていこう。飛ばしていこう。出番じゃねえか。交代だ。この辺りはなんだか気になるな。こんなものがあったとは。カージャに任せた方がいいかもな。あたりはなんだか気になるな。こんなものがあったとは。マナーを使えば何か見えてきそうだ。こんなものがあったとは。カージャはそこで待っていてくれ。マナよ。変わるわ。
珍しいな。変わるわ。そこだ。
ただいま、母ちゃん。よし、うまく連携できたわね。ほら、アドル、手。ほい、ほい、ほいっと。この辺りなら休めそうだ。Okay.
ロロって、うん、結界のロロ、それがこの場所に、このルーンストーンの内容。ここは僕の出番かな。交代だ。マナーを使えば何か見えてきそうだ。見つけた。カージャに任せた方がいいかもな。変わるぞ。待てよ。ふっ。はっ。じゃあな。はっ。じゃあな。僕も頑張らないとね。宝箱か。ワクワクするな。珍しいな。結構高いところまで登ってきたはずよね。目的の装置はどこだよ。油断するんじゃないわよ。そこだ。休んでいくか。あれは、あれが水門の制御所。どう手っ取り早くか。いやいや、成長したじゃないか。こっそり見ていようと思ったのに。ブラボーブラボー。やっぱりお前か、ラーグ。いや、お前だけ楽するなとか。夜さ、霧の結界を張るだけでも。ここで何をしていた。そりゃあもちろん、ここはかつてぼは、うん、でもさ、よし、僕たちが探している地というのは、よ、僕たちの主とはこの国の君主。そう、またその名前。僕らが望むのは、そのために彼の血筋が必要。どこかに隠れているの。ちょっと焦っている。それでカルナク、ノルガルド公国を築く。君たちも多少かつて北海で暴虐の鍵。それこそが僕、特に三将はロロによ。どうだい、
僕らを倒した方がいいと、そう思ってくれたんじゃないかい。いい返事だ。オーズが成長した君たちに会いたがっていたよ。彼と君たちの決闘も楽しみだけど、今は僕と君たちのサガを盛り上げていこうじゃないか。ネオンだ。みたいだ。僕が期待していたのは、何？ヨルズさんを退けてここまで僕に食い下がる人間を、そんな君たちだからこそ。あれ、これは教えてやるよ、
聞いてるじゃねえか。それだよ。と、うん、気をつけろ。何、いや今日はやめておこう。あ、いや、このラナダイ水門を抜けた先の海域、そう、フルーメン海峡に佐賀を盛り上げる最高の舞台がある。僕はそこで君たちとサンドラス号を待つことにするよ。なんだと。二人ともきっと驚くし、期待しておいてほしいものだね。それじゃあ、おい、この借りは次に会った時に返そう。覚えていたまえ。私たちも。これが水門の…私こういう…足が上がり始めた。三角海域の南下を諦めてここで先に進めなかった。そりゃあね。でもよし、珍しいな。よし、行くか。この辺りなら休めそうだ。グリーガーたちが、そんなことが。奴らの出任せじゃねえのか。ノルガルド公国。でも100年前のことなんて。自分たちの町でも100。それとロロの子孫がどこかにいる。グリーガーたちにその人が見つかっ。ラーグの話が本当なら、ただサンドラス号が人探し。どちらかというと。まあ何にせよ水門、これで先へ進むことができるな。まあここに残りたそうな顔してるや。いいわけねえだろ。お前の気を引く。この先はオベリア湾区全員きで、どんな海域なんだ。潮流や離岸流が加えて海岸線も複雑。今のサンドラスならあとは俺たち次第ってが。だな。グリーガーの目的が分かった。い、足りめえだ。オベリア湾を奴らの。私も怖いけど。うん、まあいつか帰る場所ってのは大。みんな、よし、行こう。